チャートを瞬時に自動解析してくれるので、負けるポイントはあらかじめ避けることができるんです。はい、どうも、バイナリ投資塾の陽介です。バイナリー歴1年の古賀です。今回はですね、古賀さんと一緒に解説していきたいんですけども、まずは今回の授業テーマから。チャートを瞬時にオートアナライズ、1ヶ月で勝率 94.1% を記録し、初心者が見事1300万円を稼ぎ出した狙い撃ちサインツールを完全無料でプレゼント、こちらをテーマにね解説していきたいなと思います。オートアナライズって何ですか？ごめんなさい、ちょっとねかっこよく言っちゃったんですけど、これチャートの自動解析ってね意味なんですけど、理論的に反発する可能性が高いところでねサインが表示されるんです。これは LINE 読者さん300名にね反発ポイントを狙ったエントリー方法といったらどんな方法を思い浮かべますか？こういったねアンケートを取った結果になります。ボリンジャーバンドのシグマタッチ、あとは RSI だったり CJ のねレベルラインを超えたタイミング、基本的にはこういったね意見が一番多かったんですけども、どれも勝率で言ったらそこまでパッとしません。ただ3つ目にあるハテナに関してはダントツの勝率を誇ってるんです。特殊なやり方ですか？全然、むしろ何度も見かけているあれですよ。これ答えはねピンバーなんですよね。ピンバーって簡単に言うと、一度ねヒゲの先まで価格が推移したものの勢いがなくなって最終的に実体が小さく形成されることなんです。詳しくはね後ほどお伝えするんですけども、インジケーターを使っての小手先の分析だけじゃなくて投資家心理に基づいたエントリーができるんで、勝率が高いっていうだけじゃなく安定した勝率を取ることができるんです。結局相場を動かしてるのは人ですからね。人間心理を網羅したら勝ちゲーですよ。その結果がこちら、1ヶ月間で勝率 94.1% を誇ってるんです。チャートの自動解析っていう機能がねいかに優れてるのかっていうのがよくわかると思います。すごいですね。初心者でも再現できるんですか？もちろん、今回ね検証してもらった方は完全素人の方でしたので再現性においても申し訳ありません。実際ね検証してもらったデータに関しては後ほどお見せしていきたいなと思ってるんで、必ず見逃しのないようにしましょう。ではね早速やっていきたいんですけども、その前に僕から重要なお知らせがあります。今なら LINE 登録者限定のキャンペーンを実施中です。軍資金100万円が手に入るような速記マニュアル、塾長でもある僕陽介の個別授業、これは LINE もしくは Zoom で行っていきます。結構裁量要素がね強めの指導になってくるんですけども、スキル向上だったりね自分でトレードして勝っていきたいって方には結構ハマるんじゃないかなと思います。最後、全体の 1% のみ利用できている自動サインロジックの無料体験、これは僕の中でね抽選して当選した方のみにお届けするものになります。この機会ねぜひ参加してみてはどうでしょう。得はあっても損はないんでね、チャンスを手にするかどうかはあなた次第。それじゃあ古賀さん、準備はいいですか？バッチリです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ冒頭でも触れたように実績データの公開、あとは注意点だったりね取り組み方については分かりやすくこの動画1本で完結させます。今日もねぜひ最後までついてきてください。それじゃあ本題に入っていくんですけども、今回ね紹介するツール、その名もオートアナライズになります。このツールの導入法だったり実際ねどのぐらい結果を出すことができるのか、これをね実際のトレード映像を交えて解説していきます。最終的にあなたの手元にねオートアナライズっていう最強武器が届くまでをしっかりとこの動画で全てお伝えしていきます。ただ一つね重要な部分見逃すだけであなたの大きな損失につながってくるんで、必ずね何度メモを取りながらご覧ください。じゃあね今回紹介するオートアナライズっていうねサインツールなんですけども、特徴としましては冒頭でもね軽く触れたようにピンバーをね狙ったエントリーが軸となります。そもそもの話ですけど、投資の世界で成功を収めるためには正確なタイミングと鋭い洞察力が不可欠です。その中でもローソク足のねピンバーを活用したトレード方法って驚異的な精度と信頼性で知られてるんです。ピンバーはトレンドの反転を示すシグナルとして非常に強力、小さなね実体と長いヒゲを持つこのパターンっていうのは市場の勢いが急激に変わる瞬間を見逃さずにね捉えることができるんです。これによってね市場の動きを先読みして適切なエントリーポイントと見つけることが可能になるんで驚異的な勝率を取ることができるんです。現にこれだけの数字取れてますからね。ただピンバーのトレード方法ってそれを見つけてただエントリーをしていくだけじゃダメなんですよ。なぜそのポイントでピンバーが出現したのか、その出現によって今後どういった価格推移していくのか、これらをね瞬時に判断する必要があるんです。ただそれを自身でやるってなった時に相場感がないと適切な判断を下せないんで、そこでね役立つのがチャートの自動解析です。期待値が高いポイントを割り出しサインとして表示してくれるんで、負ける方が難しい仕様となっているのが今回のねオートアナライズの最大の特徴となります。
じゃあこれからねオートアナライズの導入方法に移っていくんですけども、忘れる前に MT4 の設定だけしておきましょうか。今回は1分取引で進めていくんで、 MT4 画面の上部ですね、こちら必ずね M1 で設定するようにしましょう。今回は1分取引なんで M1、 5分取引の場合は M5 にね設定を変えるようにしてください。今ねこうやってお見せしているこちらのチャート画面なんですけども、一応今は XM トレーディングを使っています。昔はそうだな、ワンダとかいろいろこう使ってましたけど、カスタム性とかをね考えたら今はね XM に落ち着いちゃってる感じですね。ヨウスケさんの中で XM が一番ですか？一番かな、一番って言っていいぐらいねこれメインで使ってるんでね、今後新しく MT4 ね解説するよとか、今後僕のね動画を通してしっかり学んでいきたいって方はこれを機にねぜひ XM 撮ってみてください。普通に XM スペース解説方法とかね検索していただくと出てくるんですけど、もしねそれでもわからないとかすぐに導入したいよって方は僕の LINE にマネーフローとメッセージをください。 4,5 分ぐらいでね解説できるような簡単なマニュアルをお渡ししていきます。それ以外にこの先ねしっかりと勝ち続けて利益を上げ続けられる方法なんかも LINE 登録者ね限定でお伝えしてるんで、合わせてね入手してもらえればなと思います。それじゃあねオートアナライズを MT4 上に入れていきましょう。まずこちらの挿入インジケーターのカスタムの中にありますこちらオートアナライズですね、こちらを選択しましょう。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まず全般のところでこちらですね、 DL の使用を許可する、外部エキスパートの使用を許可するに関してはもともとチェック入ってるんで2つともチェック入ってれば OK です。次にパラメータ入力を押していただき、ここでいろんな設定値変えることができます。今回は直近相場に合わせて設定値をね組み直してるんで、このまま使ってもらって構いません。いろんな設定とかもねこの辺でできるんですけども、特にね変更しなくて大丈夫です。そのままちょっと入れていきましょう。はい、そしたらこんな感じでねオートアナライズがセッティングできれば OK です。はい、じゃあちょっとね実践やっていきたいんですけども、まずはちょっとハイローの設定からやっていきましょうか。今回は1分取引でやっていくんで、まずターボですね、こちら選択されていることを確認、そして全ての取引時間ですね選択していただき、こちら1分を選択しましょう。そうすると1分取引ね対応する通貨がずらっと出てきます。この中からね通貨選んでいただくのでもいいし、全ての資産からね選んでもらっても構いません。全然ねどっちから選んでもらっても構わないんですけど、じゃあ今日こっちでやっちゃおうかな。セッティングさんはしちゃうんですけど、本土円でねちょっとやっていきたいなと思ってるんで、取引したい通貨ねこうやって選択できたら押しましょう。そうするとポンド円で、まあ、1分でね取引できる画面に切り替わります。この状態までね持ってこれたらあとはエントリーをしていくだけ。一応今回ペアトレス 1.9 倍ですね、ここにも書いてある 1.9 倍となります。まあ、10万円でねエントリーバチッと決めていきたいなと思ってるんで、勝てばね一発で9万円が手に入る形となります。掛け金をもっと上げられるように頑張りたいです。おー、いいですね。今1万円ぐらいでしたっけ。でもね全然焦る必要ないですよ。ほんとね収益に応じて掛け金全然上げていけるんで、これはもうね変な話時間が解決してくれます。あとはやり込むのみ。わかりました、焦らずやっていきます。うん、焦らずね確実にそこはやっていきましょうか。じゃあそろそろね実践トレードやっていきたいなと思います。どんな感じでねエントリーをしていくのか、まあ、利益がねどういう風に増えていくのかっていうのをきちんとねあなた自身の目で確かめてください。ただその前に YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、それじゃあねハイエントリーポイントからやっていきます。まあ、まず先ほどねオートアナライズを紹介した時にも軽く言ったんですけども、この矢印ついてるの見えますかね、これがオートアナライズがね出してるサインとなります。なので今形成されてるローソク足が確定しましたら次足行ってみましょう。はい、そしたらねしっかりと条件位置の確認できたので、まあ、10万円ですねハイエントリー1本だけ仕掛けました。まずエントリー条件からやっていくと、今表示されている上向きのねサインですね、こちらのサインの次の足でハイエントリーをかけましょう。僕結構ね次足ハイエントリーっていうねこう条件でサインツール作ったりするんですけど、まあ、今回はちょっと意味があってこの条件としてるんで、くれぐれもね間違いないようにしましょう。今回そのピンバーをね軸にした分析なんですけど、ヒゲがね長い足そういった局面とかって割と多くね出現します。なんでサインが表示されてるローソク足のね安値よりも次足の安値のが上にある状態をね確認した上でエントリーしたのがね根拠として強いんですよね。例えば下落の勢いがちゃんとなくなったことをねしっかりと確認してエントリーできるんで、なのでまあサインのね次の足でエントリーっていうのをね条件にしてるんで、くれぐれも間違ってエントリーはしないようにしましょう。それじゃあ結果まで待っていきましょうか。はい、じゃあねローソク足確定しまして、無事ね陽線形成されてますね、問題なく勝ちとなります。10万円エントリーのペアトレス 1.9 倍ですね、9万円の利益の獲得となります。
はい、そしたらね、今ハイエントリーのみお見せしてきたんですが、どうでしょう。簡単なのは当たり前、ちゃんとした根拠がねあるからこその結果となります。ただここからがめちゃくちゃいいところなんで、引き続きね集中してみましょう。はい、それじゃあね、ローエントリーのもやっていきましょう。ローエントリーもね、基本的にはやることとしては一緒です。今度はね、下向きの矢印のサインがついてるので、ローエントリー目線でねちょっとやっていくんですけども、このローソク足をね確定しましたら、次足行ってみましょう。はい、そしたらね、しっかりと条件位置の確認ができましたので、まあ10万円ですね、ローエントリー1本だけ仕掛けました。まずエントリー条件からなんですけども、この下向きのねサインが表示されているポイントの次の足でローエントリーをかけましょう。一応今回通貨ペアで言うと USDJPY ですね、ドル円となります。なんでペア取率で言うとね 1.95 倍ですね。それじゃあここで冒頭でもね触れていた検証者の実績を公開します。これはバイナリ完全素人の佐々木さんになります。今の仕事の給料に不満があったっていう方で、今のね状況を大きく変えていきたいっていうことで一歩ね踏み出された方となります。その一歩をね踏み出せた結果、見事ね1ヶ月で1300万円以上ね稼ぎ出すことに成功してるんです。なんでまあこの動画を見てるあなたもね、もしこう不安を返したりとか一歩踏み出すことに躊躇してるんだったら、まずは思い切ってねチャレンジしてみましょう。それこそ僕にね相談するとか小さな行動で構わないんでね、少しずつ行動をね積み重ねていくと大きな結果につながってくるんでね、結果を恐れず挑戦する心をね持っといてください。それじゃあこの後ね注意点もやっていくんで、しっかりと聞いておいてください。はい、じゃあ確定しましたね。無事陰線形成されましたので、ローエントリーもね勝つことができました。10万円取りのペア取率ね 1.95 倍ですね、つまり9万5000の利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう。ハイエントリー、ローエントリーね、それぞれ1回ずつエントリーをしてきました。トータル2回ですね、2回エントリーしてきたんですけども、合計利益としましては18万5000ね利益となります。これだったらすぐに取り入れられそうですね。ですよね、本当に導入直後にすぐ再現できますから、変な話手にすることさえできちゃえばね、あなたの価値は決まったも同然です。ただですよ、まだ満足しちゃダメです。確かに今回のツールねめちゃくちゃ強いですけど、ただ 100% ね誇ってるわけではありません。つまり少なからず負けるポイントもあるんですよ。でもそういったね負けるポイントっていくらでもね解消することができるんです。これからねお伝えすることを意識するだけでね、そこをカバーすることができるんです。で、意識をね高く持ってる方はこの後のね説明も聞いといてほしいんですけども、まず把握しといてほしいのがオートアナライズのデメリットになります。オートアナライズって中途半端な相場だとね負けを拾う可能性があるんですよ。具体的にどういった相場ですか？まあ分かりやすく言うとトレンド相場だったりレンジ相場ねでき始め、どっちつかずのね相場だと結構相性は悪いです。シンプルに価格がねどっちに行くかわからない拮抗してるような局面ってシンプルに騙しに合いやすいんですよ。これはね正直こう今回のねツールに限らずどんな方法であってもそうです。でき始めっていうのは分かりづらいんでね、ある程度形成されてた方がねちゃんと確認もしやすいですし根拠も強いですから。しかもこれをねちゃんとできるようになれば負ける確率は限りなくゼロに近くなります。じゃあ果たしてどういう風にやっていくかっていう部分についてはこの後ね解説していきたいなと思ってるんで、より集中してご覧ください。ただその前に YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。それじゃあ今回チャートを瞬時にオートアナライズ、1ヶ月で勝率 94.1% を記録し、初心者が見事1300万円稼ぎ出した狙い撃ちサインツールオートアナライズは、ここまで見てわかるようにねめちゃくちゃ強いです。ただ先ほど触れたデメリット覚えてますかね。中途半端な相場だと負けをね拾う可能性あるよって話したと思うんですけど、これを解消するためにね役立つのが移動平均線になるんです。これを加えることによってちゃんとはっきりとした相場状況でねエントリーをしていくことはできるんです。ただ口で説明するだけだとね分かりづらい部分もあると思うんで、せっかくなんで一緒にやっていきましょうか。まずこちら挿入をしていただき、インジケーター、そしてトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択しましょう。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まずパラメータのところで移管を120、移動平均の種別をシンプル、適用価格はクローズで設定していきましょう。スタイルはディープピンクにしてるんですけども、これはぶっちゃけね何でも構わないです。分かりやすいようでね設定してください。色の線の太さに関してはこれはね一番太くていいです。結構ねゴールデンクロス、デッドクロスとか交わりとかをねエントリー条件にする場合は細くないとね分かりづらいというか、太すぎるとねちょっと判断逆にミスるんですけど、今回は全体の価格の流れをね見ていきたいんで、一番太くて構わないです。僕とね同じ設定にしてもらえれば一番使いやすいかなと思います。まあ、一応移動平均線の役割って全体の相場の平均値を取ってくれるものになります。まあ、深くはね話さないですけど、これは覚えておいてください。それじゃあ入れていきましょう。はい、そしたらこんな感じでセッティングされます。
どういう風にエントリーをしていくかなんですけども、ハイエントリーポイントないんでねあれなんですけども、上向きのサインが表示されている状況で、移動平均線にねローソク足が上にある状態、これは下じゃないですか、だから上にある状態を確認できましたら期待値としては高いポイントと言えます。だからローエントリーポイントで言うと、まあ引いていくんですけども、こことここと、まあここですね、これらがまあエントリーポイントなんですけども、じゃあここで紹介しますね。まず下向きのサインがねついてることを確認、そしてローソク足がね移動平均線より下にある状態ですね、この状態を確認できましたら次の次なしでローエントリーと、そうするとバッチリ陰線についてねしっかり利益に変えることができています。だからここのポイント、まあ移動平均線に近いんで、もしかしたら上に行くかもしれないっていう局面って考えたら、正直こっちの方がね期待値としては高いです。別にこの3つのポイントはね、ちゃんとまあ期待値高いポイントなんで、現にしっかり利益取れてるんですけど、どれかを選ぶんだったらこれがね一番期待値が高いポイントになるんで、これはぜひ覚えておいてください。まあ、理由としてはちゃんと下降傾向になってることをね確認して、若干ですけど一時的な上昇からの下降のポイントをね狙ってる局面、ローエントリーでねしっかり取れてるポイントになるんで、これはぜひね覚えておいてください。それこそね高校さんとかはもう移動平均線入れた状態で試しちゃっていいかなと思います。わかりました、セットでやってみます。 OK です。もしね不明点とかこうあれば全然言ってください。この動画ねご覧になってるあなたも何かわからないこと、これどういうことみたいな、じゃあこの場合はどうなんだろうみたいなことがねもしあるんだったら全然言ってください。トレードのね添削も全然できるんで、来てもらえればそこは全然お答えします。まあ大歓迎ですし、やる気ある方ねめちゃくちゃ僕は好きなんで、気概なく LINE いただければなと思います。わかりました、陽介さん今日はありがとうございました。いえいえ、今回ね僕のおこそありがとうございました。じゃあラスト、今回のオートアナライズね受け取り方法についてお伝えします。ここまでとしっかりとねご覧になってるのであれば、今回紹介した僕の生産みたいなね利益を上げることは十分にできます。もう少しねあなたもオートアナライズ手に入れることできるんで、受け取り条件はねしっかりと確認してください。それじゃあね、オートアナライズを無料で手に入れるための3つの条件となります。まず1つ目、僕の YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にいいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にコメントをください。今回紹介したサインツールに関する意気込み、あとは今後やってほしい企画とか、バイナリーのことで何か悩み事あればじゃんじゃんコメントをください。基本的に僕はねコメントをしっかりと見ています。今後のね動画作りの参考にも毎回させてもらってるんで、検証してほしいこととかね何でも構わないです。あなたが見たいって思う動画作り目指してるんで、ぜひね協力してください。それじゃあ最後3つ目、僕の LINE にキーワードをお送りください。キーワードはこちら、チャート自動解析になります。まさしく今回のねサインツールのメインテーマでもありますね。だからまあ間違えることはないかなと思うんですけど、自動分析ではなくて今回は自動解析となりますので、くれぐれもここはお間違いないように。あとカッコを外してキーワード単体で構わないです。これのみね僕に LINE でメッセージをください。この表示されてるね QR コードからでも LINE に飛びますし、動画の概要欄にも URL ね記載されてるんで、どちらからでもね追加することは可能です。お好きな方でね行ってください。それじゃあ3つのね条件の説明は以上となります。その行動をね起こせるあなたなら、これからねこのツール使って十分稼いでいける可能性ありますし、今なら LINE 登録者限定で僕が普段愛用する月収500万超えの最強の仕組み、こちらを無料体験してもらってます。一部っていう形で一応期間限定でもあるんですけど、こういったね機会設けてるんで、この機会にぜひ参加してみてください。それじゃあね本日の動画はここまで、続きはね LINE でお会いしましょう。